こんにちは、脱力発声道場ハートオブボイス代表トレーナーの裕次郎です。今日はですね、先日の試して合点で英語発音の改善に非常に興味深い内容があったので、それについてお話をさせていただこうと思います。では早速内容に入りたいと思いますけれども、私が見た回は再放送、夜中はたまたまテレビつけた時にやっていたので本放送ではなくて再放送なんだと思いますけれど、テーマは難聴と認知症の関係についてというのをやっていたんですね。なのでメインテーマそのものは英語発音とは関係ないんですけれど、そこでその聴力、耳のこと、聞き取り、聞こえ方みたいなことをずっとやってる中で非常に英語発音に関係あるなと思うのは、人間の耳っていうのはその聞き取るときに脳で音を補完しているっていうことなんですね。でちょっと分かりにくいと思うので、この辺を説明していきたいんですけれども、その前に私はその英語発音で今日本で教えられているいろんな先生とかやり方ってあるじゃないですか。でそれについてものすごく不満を感じているんですよ。で私自身はアメリカとカナダに2年ほどいたことがあります。でしばらく英語通訳の仕事もしていたんですけれども、私は発音でちょっと偉そうに聞こえてしまったら申し訳ないんですけど、発音で困ったことってほぼほぼないんですよ。全くではないですけれど、まず通じます。で通訳をしていた時は毎日いろんな外国人の人、英語ネイティブもいれば英語ネイティブじゃない、例えば中国とか香港とか第二カ国語として英語を話すような人たちともたくさんこうやり取りをしてたんですね。インドであるとかアラブ系であるとか、あとロシア系っていうのも結構いたんですけれども、アラブ系の人の英語はちょっと聞き取るのはなかなかちょっと厄介だったんですけど、だからある程度英語は話せます。でいわゆる日本で今教えられている発音の練習で、例えば同じ母音でもいろんな種類があるとか、子音一つにしても音は5種類あるとか、すごい細かいですよね。そういう教え方っていうものにものすごいこう疑問を感じてるんですね。例えば R と L の違いとか、あと T の音、確かにたくさん種類あったりします。あとは発音記号とか、音声学的なアプローチで英語の発音を考えると非常に細かいいろんなことがあるじゃないですか。でそれらは確かに大事だとは思います。間違ってるとは思わないですけれど、あまりにも細かく考えすぎだと思う。むしろ私が英語の発音で気にしているポイントってのは全然そういうことじゃないんですよ。ただそれでもやっぱり通じます。で脳書きばっかり打っててもしょうがないので、ちょっとここで1枚の写真を見てほしいんですね。これなんですけれども、これで誰が見てもここにライオンがいるってわかると思うんですよ。子供が見たってわかりますよね。でここで大事なのはこう黒く塗られている部分、要するにライオンの全体というのは見えていない。だけれども、要するに見えていないところを自分の記憶で補っていて、こことここでこうだから見えないところはあるんだけど、これはおそらくライオンだろうというふうに情報を保管してるじゃないですか。では次にこちらの写真を見てほしいんですけれども、なんかモワモワのいわゆる哺乳類的なものがいるとはわかると思うんですけど、じゃあその種類は何なんだって言った時に、あれかな、でも違うかなってこう確証を持てなくないですか。お好きな方はね、おそらくあれだろうというふうに思うかもしれないですけど、じゃあ一方でこちらの写真を見てください。先ほどと同じようにこう黒く塗りつぶされてはいるんですけれども、見える部分によってこれはもう間違いなく猫だろうと、これだったら子供だって言うと思うんですよ。今回お伝えしたい大切なことっていうのは、人間は音でも映像、視覚や聴覚、そういう何かを認識するときに脳の中で補完をしているっていうことなんですね。例えば朝の挨拶でおはようございます、これをあざーすとかえーすって言っただけでも、おはようございますって言ったんだなっていうふうに思うじゃないですか。今までの自分の記憶とかそのシチュエーションによってはっきり聞こえていないところがあったとしても、こうであろうっていうふうにイメージで補いますよね。だから言葉ってそういうものだと思うんですよ。
例えば英語の発音した時に通じる通じないっていうのは、一つ一つの音全てをきちんとではなくて、あるこれがあればわかるっていう部分と、これはなくても補える、だからあるその重要な核となる部分がしっかりあれば、あとは向こうだって補って聞くんですよ。いや、反対にその核となるしっかりしなきゃいけない部分がいい加減だったり誤っていると、向こうはんっていう風になってしまうわけですね。じゃあその例えば一つの文章の中でどこをしっかり言わなければいけないのかとか、何が一体核になるのかっていうことをしっかり知るっていうことが英語発音の重要なトレーニングになると思うんです。一方で通常英語の発音でこういうところが大事とか、こういうふうに練習しましょうって言ってるのって、例えば R と L で R と L、 R、L、 確かにこういう違いは大事だとは思うんですけれども、日本で今やってるその英語の発音ってものすごい細かい点ばっかりやってるような気がするんですね。確かに音声学上でそういうふうに出した方が正しい音だとは思いますけど、人間が聞くとき、つまりネイティブがあなたの英語を聞くときにどういうふうに聞いているのか、そのとき向こうはイメージで補完をするんですよ。必ずおはようございますじゃなくてもおはようございます、これでも通じるっていう、この部分を無視しているような気がしてしょうがないんですね。なのでこれから英語発音に関する動画をいろいろ上げていこうと思っているんですけれども、いわゆる音声学的に機械的に正しい、そういうんではなくて、もっと脳科学的な心理学を含めて、相手がどういうふうに音を捉えるのかで、そういうアプローチで私が実際にその英語を喋った時に、まあ相手に通じるその時に気をつけているポイントとかをね、これからいろいろお伝えしていきたいなというふうに思っております。思ったより長くなってしまったので、今回はまずここで終了とさせていただきます。次回は実際に役立つ英語発音のトレーニング法についてお話ししようと思っております。ハードボイスゆうじろうでした。 Alright, thanks for watching. Until next time. See you later, alligator. After wild crocodile.